こんにちは、キーナと申します。今日は勤労感謝の日です。今日は私は坂木町の山の上にある正信神社におります。でこの神社に水汲みに来るときに必ずお礼に来ます。この神社は稲玉徳兵衛1822年から1872年まで行ってた人の、祀ってる神社なんですけれど、徳兵衛は千曲川平の方にある大きい川が、何回も洪水の問題で畑などがみんな農民の人が苦しんでて、ここの山の上、ここは 1000m ぐらいのところなんですけれど、ここに畑作ればという、アイディア、出した人なんですけれどね。で今日は勤労感謝の日で、その徳兵衛とその周りの人たちが苦労してきたここを作ったものも思い出しながらということですけれど、私はここの近くに水を汲みに行ってコーヒーを作ってるんですけれど、今日は感謝を込めて、これからコーヒーを備えようと思ってます。皆さん、私のビデオをご覧になっていただいて、いろいろコメントもアイディアも質問もいただいてありがとうございます。またぜひ今後のビデオもご覧になっていただいて、いろいろ教えてください。ありがとうございます。